ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。皆さんこんばんは。テレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートでスビングラシエイト役を演じております山下誠一郎です。はい、この番組はですね、現在放送中のテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレイス・ノートの魅力情報をお届けするラジオ番組です。早いもので、もう第4回目になりました。いやー、初回放送の時はもう緊張がもうなんか 120% ぐらいで、上田さんに助けていただきながらなんとかっていう感じだったんですけれども、一月早いものですね。慣れてきましたと言われましたが慣れません緊張しいでございますね。これで少しずつなんかこううまく喋れたらなと思いますが、でも大丈夫ですかね。なんか楽しくやれるようになってきたかなとは思うので、これからもっとなんだろうまくやれたらと思いまするね。暑いからちょっと今思考が鈍ってきたんですけども、もう7月末早いですね。もう2019年も下半期ですけれども、今年の夏はエルメロイと一緒によろしくお願いします。はい前回はですね、メルビン・ウェインズ役の平川大輔さんとお届けしましたが、今回もゲストさんいらっしゃっております。あの御霊場役の方でございますので、特に丁重にお迎えしたいと思います。皆さんもねピシッと背筋を伸ばして聞いてくださいそれでは始めていきましょう。ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だよりスタートです。ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。改めまして山下誠一郎です。ではでは早速今回のゲストさん、素敵なご霊場に登場していただきましょう。ご挨拶お願いします。やりづらいわ皆さんこんばんは。テレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿レール・ツェッペリン・グレース・ノートでルビア・ゼリッタ・エーデルフェルト役を演じて演じています伊藤静香です。おー素晴らしい。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いらっしゃいました。はい、ルビア・ゼリッタ・エーデルフェルト。名前は噛まないんだけどな最後声優あるあるみたいな言えたあっていう、ね、ところで噛むということで、3人目のゲストということで、伊藤静香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや本当にですね、はい、この番組はもうなんかゲストさんというよりは一緒になんかもう僕が助けてもらうみたいなラジオになっちゃってるので、もてなしますそう、丁重にお迎えしたいって言ってるから来たのに。あ、そっかそっか。あ、お嬢帰らないで長考にフィンランドに帰っちゃうみたいなね、一緒に作り上げていけたらなとは思うんですけれども、はい、はい、ですね、まあなんかご共演などというあの感じで書いてあるんですけど、実はがっつりあの役として絡んだりすることが実はあまりなかったり、現場でご一緒したことは実は何度もあるのですが、こうしてこうちゃんとお話しさせていただくの初めてで、目を見てちゃんとお話しするの自体が初めてかもしれない。割と初めてかも。現場で何度かそのエルメロイの現場で会ってちょこちょこみんなとわって喋ってるけど、1対1で喋ることってなかなかない。やっぱりそうですね、エルメロイの現場ではやっぱり浪川さんがすごく面白い。浪川さんをねいじくり回してりとか。そうですよね、伊藤さんと小野大輔さんが2人で二世を師匠にいじり倒してるのを微笑ましく見る生徒たちみたいな図が出来上がってるので、それはちょっとなんか中と外で違うのが面白いですよね。おかしいな、一番先輩なんだけどな、あの人が。そうですね。いやでもそれだけ愛されるなんかね、すごいピシッとするときはもう芝居であの師匠というか二世としてピシッとこう現場を引っ張ってくれるけど、ね、休憩時間の時とかはすごいいろいろと面白いなと思いつつ、なんかそんな楽しい現場でございます、はい、本当にね、ルビアといえばやっぱり3話からでもあるし、もちろんもともとそのフェイトシリーズにも登場しているキャラということで、まあ、いるはいるんですけど、基本的になんかあの遠坂凛に絡んでいくだけのそのようでそういうところがなんか魅力みたいな。そう、コメディタッチっていうとちょっとあれですけど、あ、そう、フェイトカレードライナー、はい、プリズマエリアの方で、なんかもう超コメディみたいな方向8割コメディ2割シリアスみたいな感じで、そっちが私的にはメインみたいになっちゃってるので、急にエルメロイになって真面目になってるみたいな。真面目なんで、そうですね、ちょっとなんだろう、面白くしたがっちゃうんだけど気持ちがでもなんか絵のところでお嬢ポーズみたいな、なんかグレイに対して、白リジョンの時のさえはどこに行きましたのって言った時にすごいなんか
こんな皆さん引かないでこういうポーズを撮って、本当そんなヨヨっぽいやつ、ヨヨっぽいやつをしてて、すごいなんかすごい面白い、ちょっと感性が違うのかもしれない、しもじもに分からぬ感性を持っているっていうそうかもしれない、はい、結構なのでなんだろうな、うん、割とこう傲慢じゃないけどやっぱりこう、うん、見てて聞いてて気持ちのいい高びな感じが、うん、すごいなんか癖が強くていいなっていうか、そんな気ぐらいが高くてあのプライドがあって、うん、でも筋は通していくみたいな、そうですね、そういうタイプの人なので、なんか生徒よりもちょっと上に見えた感じはしましたね、うん、同じ一緒に学んでるみたいなところはあるけれど、これ年齢ってみんなバラバラ？でもやっぱりちょっとずつ変動は割と訳ありクラスみたいな感じなので、ね、結構いろいろ年齢幅が広いらしい、うん、結構なんかこうなんだろう、ワークショップにやってきたみたいな、そういう感じ、まさに、うん、今日はちょっと外部からみたいな、そのノリですよね、うん、なのでそんなよりは経験値もいろいろ高いんじゃないかなとは、ね、確かに、うんうん、思います。なので、ね、これからアニメとかでどう絡んでいくのかも楽しみなんですけれども、うん、そうですね、はい、やっぱ改めてこう、うん、伊藤さんが演じるルビアゼリッタ・エーデルフェルトというキャラクターについてこう、はい、説明などいただければと思うんですけれども、そうですね、はい、なんか資料がこっち側にこっちの真面目シリアス側に来て、はい、どう説明したらいいんだろうみたいな、私の今まで思ってるイメージというか、はい、今まで演じてきたイメージだと、まあ、3話の中でも言ってたけどレスリングは淑女のたしなみ、そうレスリング好きなんですね、そうお嬢様なんだけど肉体派なんですよ、魔術も使うけど、うん、はい、魔術使ってとどめはバックドロップみたいな完璧な好きじゃない、そうなんですよ、そういうことをするタイプのお嬢なので、はい、なんとなくそっちのイメージでその肉体使って凛と戦うみたいな永遠のライバルみたいなところでずっとやっていたので、はいはいはい、でもあの魔術としてはもう名門のそうですね、エーデルフェルト家なので、うん、あの魔術としてはすごい高等な技術を持ってるし、うん、とても強くもあるし、なんだけどなんかちょっと肉体派というかおかしいおかしい、おかしい、うん、ギャップ萌えですねそれは、そうですね、なんかあの、うん、レスリングのなんつーのフォーなんか ユニフォームみたいな着てましたよね、そうそうそう着てる時もあるので、はい、やっぱねそういう、じゃあ実際にもうレスリングシーンがあったっていうようなことなの、レスリングほらみたいな、今までその、ま、ゲームとか、はい、ま、プリアではなかったけど、はい、でもまあ基本的には本当に戦ってきてるんで、うん、はい、すごい戦ってきてるんで経験値高いみたいな、はいはい、そうですね、多分相当もう誰にも負けな ない、うん、レスリングでは右に出るお嬢様はいない、いないだろうっていうなんかそういう意味ではすごくやっぱり生徒として来てるようで来てないって、なんかんーなんだろう、裏がありそうっていうとちょっと言い方あれかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱり何かこう目的があって、うん、なんだろう、侮れない、単に生徒の枠に収まってない感じが魅力的でもあるし、ね、これから、うん、これからどういう立ち位置になるのかっていうのが、いろいろなんか役的にもいろいろなところに行けそうだし、うん、バトルもねそれこそお任せくださいみたいな、ね、悪いやつが来ても、うん、強いんでこんなスープレックスしますみたいな感じで、はい、ちなみにレスリングがお好きな、あれ伊藤さんもなんかプロレスが、私も好きですプロレス、それはもう合致してたまたまなんか、たまたまですたま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 ですよ、あの私は10代後半ぐらいの時からプロレス好きで、はいはい、今は亡き三沢光晴さんが、はい、は愛しております、愛してる、はい、そうかそうか、じゃあもうそれ並々ならぬ思いで、はい、プロレスの時の息とかできそうですね、そういうのはもう任せていただいて、はい、単純になんかうとかじゃなくて、そうですね、ジャーマンの時の息みたいな、なんかいろいろあったらいろいろやります、なるほど、今後じゃあなんかレスリングエピソードあれば、そうですね、監修のもとあると伊藤さんの監修のもとみたいな、はい、でそんなもう本当にギャップもありつつ、はい、なんかこう見ていて安心できる楽しいルビアゼリッタなんですけれども、はい、まあテレビアニメの方では3話、うんで登場していて、はい、私も3話で初登場、まあ、0話には出てたんですけど1、2話出ていなかったんですよ、3話であの教室のシーンを話し、うん、やったので、うん、その時にこう初めて僕らも喋ったかなっていう感じで、うんうん、なので3話の感想もですね、たくさんいただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います、はい、はい、ラジオネーム
小座所手の陸広さんからいただき、小座所手の陸広、まあ陸広さんかながいただきました。はい、山下さん、ゲストの伊藤さん、こんばんは。こんばんは。さんは拝見しました。初めてエルメロイ教室での授業風景が公開になり、わずかな登場の生徒たちにも一筋縄ではいかない様子が垣間見えました。やっぱりね、ルビアゼリッタ、カウレス、まさかのゴルドルフなど他作品でも登場したキャラたちも出てきて、とても続きが楽しみになりました。第4話も楽しみにしています、うん、ということでありがとうございます、はい、そして続けてまたラジオネーム、はい、テッドさんからいただきました。ありがとうございます、はい、山下さん、ゲストの伊藤さん、こんばんは。こんばんは。はい、伊藤さんが演じているルビアゼリッタ・エーデルフェルトはこれまでの別シリーズでは、コメディタッチというか、うん、コミカルなシーンが描かれることが多かった印象ですが、うん、ロード・エルメロイ2世の事件簿の第3話ではシリアスなシーンが多いですね。まあ、異なる雰囲気を演じる上で伊藤さんが意識的に変えた部分などありましたか、ということでテッドさんから、ね、そして、小座所手の陸広さんから、普通お便りいただきましたけれども、ありがとうございます。意識的に、意識的に笑いを抑えないと抑えないとどこかにぶっ込みたくなる癖がついちゃってるんで、もうこの役を通して、そうですね、好きあらば、うん、オフで入れようみたいな、なんかやってそうですよね、アドリブとかでも。そうなんです。特にプリアの時は、はい、なんだ、メインの女の子2人が変身してる裏、はいはい、変身シーンってキラキラして素敵な、そう、ね、その裏でリンとずっと喧嘩してたんですよそれはなんかそれアドリブでやったら OK が出たみたいな一応テストでやってみたらそれ採用って言われてだったんで、そういうことをずっとやってきてしまったもので、はい、まあ、でも今回は本当真面目なことをずっと話してるんで、はい、あんまりそういうことは、まあ、ちょっとびっくりしたアドリブをちょっと一瞬ぐらいで、あとは基本的にはもともとシリアスなものも持ってるというか、きちんとした人でもあるので、そういうつもりでもやって。なるほど。でもそれエルメロイでも見たいな変身バンクはないですもんね。そうですね、なんかどっかでやっていきたいなと思ってるんですけど、2世が謎解きしてる裏でみたいな。あー、邪魔じゃない、あんなかですわわみたいな、そこしかないかなみたいな、変身バンクないから、リンが出てきてくれたらな。お、これはなかなか確かに夢のような話ですけれども ね、 そうね、リンが、うん、そうか、リンだからこそそこまでワーキャーできるっていう部分。そうなんですよ。あ、そうかそうか、はい、誰にでもというわけではないというわけじゃないんですよ、はい、なるほど。あ、でも私スビン君の気持ち悪さ、はい、すごいびっくりして光栄でございます。うわ、何これと思ってでもやっぱやるごとに言われますね、皆さんに。上田さん、上田玲奈さんとか水瀬さんにも、うん、うわやべえなみたいな、うん、しかもそれをなんか直接やばいっすねとかじゃなくて小声でもうやべえなってガチのやつとかあったりして、結構そういう意味でもエルメロ教室ってもなんかいろんな、まあ、僕らは問題児と評されてるんですけど、うんうん、すごいなんか一筋縄ではいかないっていう感じで、いろんなのが集まってて、なんか意識的にっていうと自分もそういうコメディな時はコメディに振り切って、シリアスな時はやっぱそういう空気を出そうと四苦八苦はしてますね、芝居でっていうとあれですけど。何するとシリアスな空気になれるの教えて難しいシリアスな空気ですかもうなんかでも2世が基本やっぱ引っ張ってくれてるからなっていうところありますよね。ギャグもやっぱ2世、確かにそうだよね、上川さんの彼もどっちもやるもんね、できる、そう、うん、なので結構自然とそれに、うんうんうん、なんか僕のキャラとかはやっぱみんな基本先生を信頼してるから、うん、そうですよね先生みたいな感じで自然にもう、だから波川さんに引っ張ってもらってるのかなっていう、うん、まあ舵取りは確かにエルメロイが ねしてくれてるかも、うん、でそこにブレないルビア王女みたいなところもあるかもしれない、うんうん、そういうところもいろんな面もこれから見れたらなとは、うん、まだ3話ですからね。そうね、そうまだね1回しか登場してないので、うん、なのでぜひぜひ、はい、そして3話のメッセージをいただいたんですけれども、うん、もう1つ、なるほど、はい、ではいきます。お、ラジオネームシローさんからいただきました。ありがとうございま す, います。山下さん、ゲストの伊藤さん、こんばんは。こんばんは。第3話で伊藤さん演じるルビアゼリッタ・エーデルフェルト登場していましたね、うん、冒頭で、ロード・エルメロイ2世の様子を見て、ため息をするルビアの姿に、うん、優等生らしい立ち振る舞いだなと感じました、うん、そして3話の終了間際でルビアから告げられた事実に2世も驚いていましたね。そんなルビアと2世といえば、初めは敵対関係だったように思いますが、今では協力関係にありますね、山下さんと伊藤さんは同じように昔は苦手だったけど今は好きになったみたいなものって何かあったりしますか放送を楽しみにしています。シローさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
何でも苦手だったもの、苦手だった、食べ物系とかはよくそういうのありそうですけど、なんかある山下くん。昔そうだな、あのナスとか苦いものが平気になってきた。あ、子供舌だったのね。でしたね、うん、ピーマン苦いものとか、ピーマンは食べれました昔から、うん、でもなんかそういうす、なんだろうな、苦いものが食べれるようになったりとか、うん、そういうことはなんか薬飲むのとかもすごい平気で、なんか薬上手に飲めなかったの。飲めなかったんです薬大人になってもなんか上向かないと飲めないとかさ、あ、うんうんうん、なんかあのカプセルじゃないとダメとか、あ、ありますね、ね、人いるよ ね、 いますね。僕はそういうのなく、うん、ゼリーに包むこともなく、うん、もう今は漢方粉でガーンっていけるので大人になったな。すごい自慢してるけど割と普通だぞしょうもなっていう今後のコーナーですね、そのなので、うん、ありますか。私なんだろう、食べ物系も昔から何でも食べられたし、うん、お酒とかも最初からもう何でもいけたり、最初はなんか生きがって頑張ってビール飲んでたけど、はい、今ビール大好きすぎて、あ、当時はじゃあちょっと苦えなみたいな、なんか苦いけどこれが大人でしょって思って、喉越しだよね最初はね、そう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 飲んでたけど、ある日からもう好きになっちゃったし、なんかあんまり苦手、人は人は気になる、人は最初この人には絶対近寄らないようにしようって思ってた人がいたけど、はい、まあ今別に普通に分かります、それは誰じゃないけど、いやなんかこうそれこそあと飲み会とかで、うん、この人意外とこういうところあるんだなって分かると、そうそう、なんか食わず嫌いしてるんだよね、そうなんですよね、人に対してなんか勝手に壁作って、そうそうそう、話してみると、あ、面白いみたいなのが、ね、意外とそれ誰とは言わないけど ねありますよね、だからきっと皆さんもあるはずですよ、うん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 、あるはずですよと、うん、いうことでね、そういうなんかこうね、はい、いい意味でのすごいなんだろう、妥協の仕方であるとか、うん、全体の中でいいところを見つける力みたいなのは上がってきたかなと、うん、大人になると ね、うん、空気読んでいかないといけませんから ね、 そ う、 ですね、そういう時も必要でございますということでね、ありがとうございます四郎さん、ということで3話のメッセージなどたくさんありがとうございます、はい、そして今夜はですね、ロード・エルメロイ2世の事件簿レール・ゼッペリン・グレイス・ノート第4話が放送されます、はい、はい、4話にの内容について軽くねご紹介したいと思うんですけれども、はい、高齢化のウィルズ一級講師が登場し、うん、ロード・エルメロイ2世に事件の話を持ちかけます。そしてそこに法制化の魔術師も介入し、何やら展開が混沌としてくるというところで、まあどんどんこの作品の魅力でもあるこうゲストキャラっていうんですか、あの本当に前話通して出てこないけれどもすごい魅力的なキャラクターがたくさんいるので、それと2世のやり取りとか、どんな事件が待っているのか、それを2世はどう魔術で解決するのかっていうのが見どころ、事件簿感すごい出てきましたね。すごい上質なミステリー、上質なミステリーっていう感じがしますだ評論家かわしゃみたいになっちゃいましたけど、すごいなんかすごいねいい雰囲気で、これからも2世がどう謎を解いていくのか楽しみにしていてください。はい、ということで、引き続き番組ではリスナーの皆さんから質問や、メッセージ、アニメの感想などお待ちしております。宛先はメールの場合すべて小文字でエルメロイアンダーバーアニメアットマーク joqr.net elmelloi エルメロイアンダーバーアニメアットマーク joqr.net まで送ってください。たくさんのお便りお待ちしております。それではここで1曲お届けしたいと思います。ロード・エルメロイ2世の事件簿レール・ゼッペリン・グレイス・ノートのエンディングテーマ、アスカさんでひばり。
ロードエルメロイ2世の事件簿エルメロイ教室だより。続いてはこちらのコーナー、先生勉強になります。はい、こちらはですね、エルメロイ教室の天才児であるスヴィングラシュ8にちなみまして、はい、天才が逆に知らなそうな、どうでもいい知識、役に立たなそうな知識をご紹介していくコーナーです。なるほど。このコーナーはしょうもないほどもてはやされる素晴らしい、何の役にも立たないみたいな、スタンディングオベーションみたいになっちゃうっていう、はい、前回は例えばこう、はい、カールは湿気、お菓子のカールは湿気ていても美味しい、はい、とか文化放送の最上階のトイレの水圧は強いとか、でそうこれですこれです、行かないとね、行かないとか、ね、このリアクションこそが最大級の3次でございます。だからみたいな感じのやつね、ゲストさんのそれを聞きたいみたいなコーナーになっているということで、でメッセージたくさん、はい、本当にね気合い入ってるみたいで、皆さんからいただいてるんですけどお便りでこれでご紹介した後にこう、はい、伊藤さんに判断していただいて、多分きっと皆さんね、はい、伊藤さんのいいお声のあしょうもなみたいなのを期待してると思うので紹介したいと思います、はい、ラジオネーム黒メーカさんからいただきました。ありがとうございます。酸素って磁石にくっつきます。ほう、シャボン玉に強力磁石を近づければシャボン玉がひっつきます。いやいや役に立っちゃってるよ、ね、そうそうそう、これ意外と知らないこと、これすごいですよね。やってみたい、やってみたい、やってみたい。ちょっと俺バカなので酸素が磁石にくっつくって全く意味わかんなかったけど、私も意味わかんなかった、うん、かんなかった酸素ってここにあるやつ磁石って見えないしね、見えないんですよ、うん、でもシャボン玉にくっつくってすごいですね、割れないんだ。へえ、ごめんなさい、こうなっちゃダメなんですよこのコーナー感心しちゃった。この中からくだらなさを見出していかないといけないのとか、まあくだらなかったら判断できるし、もしくだらなくなかったら僕らがこうなっちゃうっていう、そういう意味である意味失敗なのかなっていう楽しいです。いや、やってみたい、やってみたい、シャボン玉なんか実験とか やりたくないですか超巨大、そう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 、うんじろう先生の、そうそうそう、超でかいやつで磁石でやって言って、純真だと思わなかったどういう意味だ失礼、純真だと思わなかっただって、お二人が純真純真ですよ、こういう気持ちも持ってないとやっていけないんですよ役者っていうのは、はい、生徒役とかはねこういう純真さを持って演じておりますからボロが出てくるのでやめましょう続きましてラジオネーム夏美さんからいただきました。はい、ありがとうございます。山下さんこんにちは、そしてあゲストね人様こんにちはということで、レーザーって実は略語で、レーザー、うん、って略語で正式名称は、うん、ライトアンプリフィケーションバイスティミュレーティッドエミションオブラジエーションっていうらしいですよ。長っ、もう一回言って、もう一回言ってもうちょっと早口で言って、ライトアンプリフィケーションバイスティミュレーティッドエミションオブラジエーション、へーへーこれは勝ちですかねこの夏美さんのねへーってちなみに、うん、伊藤さんの趣味であるスキューバも略語だそうですよということで、あそうなんだ、お知らない今坂さんがあ知らねえんだみたいな顔で、知らない、なんえ何のこクイズだ、これクイズだ、知らないんですかね、知らないのスキューバが、スキューバダイビングがってことですか、セルフコン、セルフコンアンダーウォーターブレッシングアパルタス、あちょ分かんないですね、分かんないですね、え、はい、ど今スのキュもバもありました、えスとキュとバって略語のか、S、ああスキューバアセアンみたいなことですか、そういうことなんですか、あそうなんだ、略語レーザーってなんで、あ頭文字取ってるからレーザー、おいそこからあもうやばい露呈した、よく天才役やってんなって皆さん思ったでしょう、その通りです、そういうもんそういうことか、うん、あなるほど、全然知らなかった、やばいですね、まあでも使わないですけどね、そう、うん、ね聞かれね、略されるべくして略されてる、略されてるっていう、まあこういうね魔術英称もないでしょうし、きっと、うん、ねあったらどうしよう、長ゼリフでやだな、やだな、そうなんだ、ね、身近にある略語まだまだいろいろあるかもしれないもっと教えてあれ、うん、教えてくれ、読むぞっていうところ、そういうのばっかり来ちゃうよ、そう、うん、全部じゃあもうこれ系はもう終わりだよ、そうですね、なのでもうちょっと本当にもっとなんかこうはぁみたいな呆れ笑いが出るようなはぁみたいな感じが、どうでしたか今回のしょうもな、そうです、しょうもない、しょうもないわけではなかった、へーになってました、へーだね、そうですね、うん、なんか普通、普通、あこういう系としては普通だったわ、刺さらないやつだみんな
みんなもっと頑張って、うん、もっとなんかもうか本当カールレベルでいいんですよ。何にも考えてないやつでいいよね。そうそうそう、はい、ぜひ僕らも思い切りね、ディスりたいということで、ね、皆様のお便りまだまだお待ちしております。以上、先生勉強になりますでした。ロードエルメロイ2世の事件簿、エルメロイ教室だより。ここでテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿、レールチェッペリングレイスノートからのお知らせです。アニメ事件簿は東京 MX、 BS11、 群馬テレビ、栃木テレビにて24時から、 MBS にて27時8分から、さらにアベマ TV では地上波と同じ24時からウェブ同時配信でご覧いただけます。どうぞお見逃しなく。そしてブルーレイ&DVD サウンドトラックの予約も受付中でございます。ブルーレイ&DVD 第1巻サウンドトラックともに9月4日水曜日に発売です。9月4日水曜日、公式サイトでは、特典のドラマ CD の視聴もできますので、ぜひチェックしてみてください。そしてさらに2つのイベントのお知らせがございます。ドラマチック謎解きゲームを展開しているよだかのレコードさんとのコラボ公演の開催が決定しています。東京公演は8月18日日曜日から10月27日日曜日までの週末開催、大阪公演は9月13日金曜日と14日土曜日の開催です。現在前売り券が販売中となっております。そしてもう一つ、読売ランド、7月20日土曜日から9月8日日曜日の期間、事件簿とのコラボイベントが開催されます。アトラクションラッピングや謎解きゲーム、オリジナルフード、オリジナルグッズなど、ね、本当に盛りだくさんの内容となっております。それぞれ詳細の方は公式サイトをご確認ください。以上お知らせでした。お送りしてきましたロードエルメロイ2世の事件簿、エルメロイ教室だより、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。アニメの感想、コーナー宛てのお便りなど何でも OK です。メッセージの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送ロードエルメロイ2世の事件簿、エルメロイ教室だよりまで。メールの場合、すべて小文字でエルメロイアンダーバーアニメアットマーク joqr.net、ELMELLOI エルメロイアンダーバーアニメアットマーク JOQR.net まで送ってください。ということで今回はですね、ゲストの伊藤静香さんと一緒にお送りしてきましたけれども、はい、はい、次回もなんとご一緒していただけるということで、うん、しょうがねえな、ありがとうございます。まだフィンランドに帰らないでいただけるルビア様、ということでね、いろんなルビアのお話とか3話の話とか、はい、思いとかたくさん聞けて、うん、皆様も大変なご満足されたと思うんですけれども、急に急にすごい丁寧になるよね。ちょっとね、冒頭でなんかすごいもてなしますみたいなこと言っちゃったから、最後にちょっとピシッとしようみたいななりになっちゃって、まあね、いろいろね、変なコーナー変なコーナーですね、レーザービームがどうのこうのみたいなのもありましたけれども、変なコーナーだけど楽しく楽しいです、ね、和みました、はいはい、そういうのをぜひぜひ今後もね送っていただければと思います、はい、次、次回もありますので、ぜひぜひそちらでもよろしくお願いします、はい、それでは今回はここでお別れの時間です。この時間のお相手はテレビアニメロードエルメロイ2世の事件簿、レールチェッペリングレイスノート、スビングラシエイト役山下誠一郎と、ゲストのルビアゼリッタエデルフェルト役伊藤静香でした。バイバーイ。